はようございます。読売新聞の2月9日朝刊に磯田道史先生が古今おちこちという記事で江戸時代にオミクロンという文章を書かれていました。興味深く思いましたので拝読しました。何でも滝沢馬琴の都園小説余録という書物に官房流行ということが書かれているそうなのです。文政3年1820年秋9月より10月まで世情一堂に官房が大流行したようなのです。一家10人いれば10人皆感染を免れなかったそうです。軽いのは 4、5 日で本腹、大方は服用しなかったと言います。重いのは小寒といって高熱疾患を起こしておかんと発熱がひどかったとか、上ごとを言うものもあったけれども、それも病が15、6日で併癒したのでした。この風邪で病死したものはないそうです。江戸は9月下旬より流行して10月が盛り、京、大阪、伊勢、長崎などでは10月が盛りだったとか、この流行の感冒は中以下の男女が多く服用しなくても治ったというのであります。磯田先生はこの感冒で病死した者はいないというのは誇張だろうと指摘されています。一家10人いればみんながかかるほどの猛烈な感染力だったけれども、その割に軽症者が多かったし、馬琴の周りには死者はいなかったと解釈したいと磯田先生の説であります。中以下の男女というのは中年以下の若年層に感染が多かったとも読めると書かれていました。こういう不思議な風邪が200年ほど前に西日本から東日本へと1ヶ月で広がっていたということです。この度の感染症も新型コロナウイルスと名付け、デルタ株だのオミクロン株など、まるで未知のウイルスが襲ってきたように思うと恐ろしいものですが、過去にも流行した感冒だと思えば、何かほっとするような気もします。江戸時代に流行したのも今の技術で調べれば何らかのウイルスであったかもしれません。逆に今の感染症も何の技術もなければ変わった感冒が流行ったということになるのかもしれません。もっとも決して科学の進歩、医療の発展を否定するわけではありません。現代の科学によってウイルスの正体などがはっきりして対策を講じることは素晴らしいことであり、私たちはその恩恵を受けています。感謝しています。それでもやはり未知のウイルスだと言われるよりも、こうして過去にも似たことがあってそれを人類は克服してきたのだと思うと、心が少し軽くなるものです。さて、この新型コロナウイルスも長引いていて、もうただの風邪だという人もいれば、まだやはり慎重にしなければという方もいて、これも新たな分断が生まれているのかと思います。2月は7日の日本公園新聞の社説に水谷守人さんが書かれていました。水谷さんが講演をなさってコロナのことには触れなかったらしいのですが、すると聴講した方からコロナについて触れなかったがどう思うかと聞かれたというのです。水谷さんはコロナに関して言うと、どのメディアも連日トップニュースで報じるので、その情報は全国民に行き届いている、命に関わる情報だからだろうかとこう書かれています。しかし水谷さんは、だとするなら年間約98万人が罹患し、約37万人が亡くなるがんという病気に対してコロナ並みの報道がなされていけば、今後その患者数を激減させることができるのではないだろうか。国立がん研究センターの発表によると、一生のうち日本人が
がんと診断される確率は男女ともに2人に1人だそうで、そのうち男性の 50%、 女性の約 28% が生活習慣が原因などだそうです。とコロナばかりでなく、がんで亡くなる方の数の多さを取り上げています。確かにそれほどまでにがんで亡くなる方がいながら、毎日死者数が報道されることはありません。このことをコロナのように報道するとどうなるかというと、水谷さんは、コロナ並みとは、毎朝トップニュースで前日に新たにがんと診断された患者数とがんで亡くなった人の数を報じる。そしてがんは生活習慣の改善でかなりの数予防できる病気であることを何度も何度も繰り返し報道するということであると指摘して、何度も繰り返し報道されるとマスクの着用などが当たり前になったのでした。同じように栄養バランスの取れた食生活や、できるだけストレスのない環境づくり、適度な運動などが大切だというのです。確かに毎日コロナの報道がなされていると、日本でほとんどの方がマスクをつけています。私のようなものでも手洗いうがいを励行しているのであります。しかしながら、コロナにしてもがんにしても、どのような原因があろうとも、人間誰しも避けられないのは死ぬということであります。さまざまに浮世の品は変われども、死ぬる一つは変わらざりけりという和歌の通りであります。コロナの流行によって、改めて人は死ぬものであり、それは誰にも訪れることであり、いつ死が訪れるかわからないということを知らされたのでありました。それから人は死にたくないという気持ちを持っていますものの、それとともに周りに迷惑をかけないようにという思いも持っています。人は死ぬものだから、コロナを特別視しないという考えも一つでありますが、コロナの感染に慎重になっている方の多くは、人に迷惑をかけないようにという優しい気持ちだと感じます。高齢の方の話を聞いても、自分がかかってしまうのは仕方ないけれども、家族に迷惑をかけたくない、子供が会社に行けなくなると困るという声をよく聞くのであります。高齢の方だけではありません。PHP の3月号に、一人で黙食をという高校生の作文がありました。夏休み明けに、コロナ禍にうんざりした友人が一緒にご飯を食べようと誘ってくれたのだそうです。久しぶりの友人との食事を嬉しいと思ったものの、いつものように一人で黙々と昼食をとったというのです。その高校生の方は、曾祖母を新型コロナウイルスで亡くされています。その方は、曾祖母の死も、叔父の感染も、家族の苦しみもニュースになることはなかった。でも毎日報じられる感染者数の向こうには、その何倍もの数の嘆き、悲しむ人たちがいると書かれているのであります。私のように祖父母と暮らしている友人もいるだろう。持病のある家族と暮らしている友人もいるだろう。誰もが誰かの大切な命を奪ってしまうリスクがあるというのであります。そしてさらに、最近気づいたんだ。今この瞬間にも私たちの生活をどこかで支えている人がいるということに。信号も水道もインターネットも安定しているのは、どこかで誰かが最後の砦として戦っているからだろうというのであります。そこでこの高校生の方は、だから私も今日も一人隅っこで弁当を開く、どこかの誰かが一人でも感染から救われますようにと文章を終えています。人は死ぬものだから恐れることはないというのも一理ありますし、
過去の感傍と思えば気も軽くなりますが、やはりこうして死を見つめながら周りの人を思いやる優しさは人間の素晴らしい宝だと思うのであります。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていると感じて、よし立ち上がるぞと足に力を入れて、お尻をスーッと5センチ10センチほど持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も全部吐き出してしまう。胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹にいっぱい空気が満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、 ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。